国道三百五十八号起点山梨県、南鶴郡藤川口湖町、赤池交差点国道三百五十八号終点山梨県、甲府市甲府警察署前交差点国道三百五十八号は、山梨県南鶴郡藤川口湖町から、甲府市に至る一般国道である。小人湖付近山梨県南鶴郡藤川口湖町、小人国道百三十九号、 赤池交差点から本路線に入るとすぐに左側に、小人湖が見え、しばらく小岩沿いを走るルートとなる。この小岩区間は、福音が確保されているものの、設計時期が古く極形の小さい急カーブが連続している。そこから小人庫とネイルを抜け、甲府市上区域式出張所前に至るまでの区間は、急峻な山岳区間である。ただしこの区間は車線が確保されているものの、 急勾配、急カーブが連続している。上杭式地区からは、比較的線形が良好なものとなり、う口トンネルを抜け、下り坂が続く峠道を抜けると、甲府盆地に至る。夜間には、甲府盆地の夜景を望むことができる。甲府盆地に入り、甲府南インターチェンジー北は、平坦地となり片側に斜線となる。下曽根橋で笛吹川を渡り、 荒川の堤防を左に見ながら北上。国道20号甲府バイパスをアンダーパスすると、次第に周囲は徐々に賑やかになってくる。甲府市の市街地に入り、西から国道52号が交差すると間もなく、終点を迎える。終点付近は、山梨県の中心らしく観光庁が立ち並び、甲府駅前を奥に望む、一般国道の路線を指定する政令に基づく、 奇襲点及び、経過値は次の通り、甲府市中心部の平和通り、山梨県甲府市伊勢二丁目山梨県甲府市、古籍町、ありがとうございます。